はい、皆さんお待ちかね、関亮之助プロバンカーショットです。もうちょっと分かりやすく言えるように頑張ります。僕はバンカーが一番簡単で、なおかつ一番アドレスで決まる。同じこと言ったら笑うぜ。いや、アドレスで決まると思うんですよ。結局バンカーって、うん、他のちょっと違って、操作ミス、ダフらさないといけないクラブじゃん。だからまずダフりやすくなるアドレスっていうのが、若干ボールは僕は左足よりも置くんですけど、でよくこう皆さん、あのスタンスをこう普通にこう埋めるじゃん、はい、これは意味がないと思ってて、あ、結局やるんだけど、もちろん両方僕は左足よりを、左足を10倍ぐらい、10倍ぐらい置いて10倍で、若干ボール寄りに重心だから、ちょっと左足寄りどうやって上げんの？いや、これがまずバンカーを打つ準備だと僕は思ってます。これが、バンカーの左足を深く埋めて、うん、重心を左で、ボールの若干左で、フェースは開けるだけ開く。どんぐらい？もう開けるだけ、これぐらいこれぐらいです。もうこれだけで何も考えなくても当たるんですよ、打てるんですよ。それで当たんない人はいません。本当にね、この準備ができたら、あとは何も考えずに打ってもいいぐらい、適正にダフれます。はあ。今の結構いいバンカーになったんですけど、これの、まあ、いいところは、うん、アドレスが調整されてるので、うん、もう自分で何かをこうしようとしない限り、うん、砂を掘りすぎたり、うん、砂を掘りすぎたり、うん、トップしたりっていうミスが、うん、減ります、うん、で僕も流星と同じで、バンカーは上から入れた方がいいんじゃないのっていう人が多いんですけど、バンカーも実は下からインから入れるイメージです。っていうのが、なんで上から行くのがダメかというと、このボールからピンまでの距離が、まあダメではないんかな。ボールからピンまでの距離が近ければ近いほど、この打ち方ってすごくいいと思う。で、球も飛ばなくなるしね。で、球も飛ばなくなるし、そういうシチュエーションだったらいいと思うんだけど、これのダメなところって砂の量をとにかく取りすぎちゃうっていう。はい。ああ、そういうことね。こう入れるとやっぱり上から入る、うん、薄く取るのが難しい。だから僕はバンカーでもちゃんとインからさばいて、砂の量をなるべく薄く取るように心がけます。じゃあどこでその距離感近いところだったり、ボールが遠いところで、よく一番ダメな例であるのが、このフェースの面をこうかぶせるでしょ。開かないといけないものを遠くに飛ばしたいから、こう戻しちゃうしてるんですよ、アマチュアの人。そうすると、せっかくバンカー打つために作られてるバウンスってものを自ら消して打ってることになるので、何をどう打っても絶対ダフるんですよ。だからそうしないために、どこで距離感を作るかって言ったら、うん、足の運び、飛ばしていけなかったら、まあ、左足を埋めて、ベースの左で足を置く、ここで止めちゃう。そしたら砂の量も薄くて、ボールも飛ばないです。逆にちょっとだから30ヤードとか、ちょっと方面に飛ばしてるときは、アドレスはまとめてしまう。で、フェースの面もほとんど変えなくていい。今のうまくね。そうそう、だからバンカーは得意。なんか30ヤード40ヤードってものすごく難しいイメージなんですけど、実はその打つ準備さえしてあげれば、あとは足をどれぐらい置くか、
あとだから言ったら、ショットでも一緒で、飛ばしてるって絶対送るじゃん、ショットって。それと一緒、バンカー。送ってもダフる俺はどうしたらいいの？送ってもダフる俺はどうしたらいいの？それは、絶対に、そのアドレスの時に、俺が例えば中寄りにあったりとか、それは多分、別にダフりやすい準備をしちゃってるから。ああ。だから俺の中の、そのバンカーを打つ鉄則は、もうアドレスで、もう 95% 決まる。割とでもショットもかもね。そうそうそう、本当にショットのリズム。全てだね。だって、もう飛ばしたくなかったらさ、5分だけど飛ばないから。うん。これ以上。だから、開く。ね、ボールも、通常の位置よりかは若干開いている。で、ダメなのは、オープンスタンスになりすぎないこと。オープンスタンスにしすぎると結局アウトから入ってきちゃう。どっちかといったらクローズスタンスでもいいぐらいです、バンカーを。で、左足に置いて、左足を深く埋める。だからこういう準備をする。すると、角度は上から来るじゃん。だから出す準備はこれで OK。だからこっからさらにする必要はないって。うん。こっからさらにアウトサイドからする必要もない。うん。準備だけして。名付けて。名付けて、かっこいいやつ。今の最悪。もうだから、僕の中でバンカーは一番簡単なのかな。ただやっぱり、もちろん、20度30度の距離感っていうのが練習量が必要だけど、バンカーを一発で出すっていうのは、何でもできると思う。準備させてあげる。ただもうこれは本当に参考にしてほしいですね。了解。時間は足で作る。アドレスは最初に準備する。スイングの軌道を別に変えない。そういう感じです。わかりました。ちょっとでも参考になればグッドボタン。マジで頼みます。ありがとうございました。ありがとうございました。